嗨，大家好。今天是12月30号，先祝大家新年快乐！新年快乐！あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、今年もよろしくお願いします。あけおめことよろ。あけおめことよろ。あけおめことよろ。はい、今日はですね、何をするのかというと、2021年の振り返りをちょっとやりたいなと思います。うんうん、イエーイ。6月からあの YouTube 始めたので、うん、そこからの振り返りになるかと思いますが、はい、はい、分かりました。いかがでしょうか。振り返ってみましょう。もうすでに33本ぐらい動画作ってるから、うん、結構作りましたね。そう、それを2人で見てなんか、うん、話そうかなと思います、ね、あと来年の目標もちょっとだけ話しますか、うん、これはなんていうお店だ。ラペンだ。ルパン。ルパンか。そう。なんかいろんなとこにあるみたいよ、これ。そうなんだ。そうそうそう。で、今日買ったのは何ですか？今日買ったのは、名前わかんないな。サーモンのサンドイッチとアボカドの、アボカドとチキンのベーグルとクロワッサン。めっちゃでかい。クロワッサンが有名なんで。うん、クロワッサンが有名で、紅茶と太陽、豆乳。豆乳温めたやつ。はい。じゃあ、いただきます。俺これ食べていいの？半分こにしましょう。いただきます。うまっ。うん、うまいね。うん、なんだろう、このソース。ハニーマスタード。うん、1個目から振り返る。うん、1個目の動画です。我今天呢要去外带台湾料理。台湾料理ね。これが1本目なんだね。これの字幕がみんなと違う。確かに。この回だけ字幕のフォントが違うんだよね、確か。あと日本語字幕入れてない気がする。うん、そう。なんでこの企画にしたんだっけ。1個目。何だっけ。台湾料理食べる。近場でできるからか。そうそうそう。どこにも行かなくてよくて。うん、あの、なんとき、コロナがあんまり。そうだね。うん。台湾のやつ。そっか、外で撮れなかったのか、この時。そう。そうだそうだ。家で撮るしかなかったんだよね。で、本当はあれだよね。台湾ピジョを飲む予定が、ローソンに売ってなくて、結局、キリンのビールになったっていう。うん、なんかビールみたいな。そうでしょ。うん。飲んでみて。じゃあ乾杯しますか。乾杯しましょうか。これなんだっけ。ではアップルサイダー。うん。これピンカンって何？わかんない。わかんないの？適当に言ってんの？適当。ピンカンって食後かと思った最初。うまい。ああうま。1本目はこれだったんだな。ね。懐かしいな。うん。で2本目いきます。2本目は何ですか？うん、代々木公園か。一番イチャイチャしてる動画。そうだね、イチャイチャしすぎた動画だ。もう今私これ見るとすごい恥ずかしい。この時ね、ちょっと喧嘩したんだよね。そうひょうちゃんがもうずっと代々木公園だからさ、アリがいっぱいいて、そう、殺しそうだから、アリが邪魔とか言ってさ。いやいや、殺したくないから。あ、殺したくないから。アリがとか言ってさ、もう全然進まなかったよね。アリを気にしすぎてさ、殺しそうだから。殺しそうだから。コーヒーなら飲んでない。うん、飲みたいな、コーヒー。え、コーヒーが良かった。うん、あ、この最近うちはコーヒー飲んでないか。そうだね、リトルナップのコーヒーね。うん、これ中で撮影しようとしたら怒られたんだよね。そう、髪の毛いい感じだ。俺が言ってる話だ。あ、この時だ。この動画はうちらがイチャイチャしてる。そうだね。
イチャイチャしてるだけの動画。すいませんね、皆さん。次行きましょう。次行く？はい。これあれだよね。俺が仕事終わってから横浜行ったんでね。うん。めっちゃ疲れてて。金曜だよね。そう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 。お疲れ様です。金曜の夜。うん。で、結構夜景を撮りたいなと思って、うん、夜景が有名なスポットもあったんだけど、全然ね、コロナでね。そう。コロナで、レインボーブリッジもライトアップされてないし、コラブリッジ。ブラックブリッジ。だし、あれもあそこもそうじゃん。東京駅。東京タワーも東京駅も、うん、全部ライトアップされてなかった。うん。進撃の巨人見れたし。うん。うん。もう、うん、進撃の巨人な。エレン、進撃の巨人もうすぐファイナルが映画出ますよ。まだ最終回迎えてないの？いや、迎えてるけど、あ、映画でやんの？違うだ、映画じゃないや。映画も出るけど、アニメが。実写？そう。え、実写？アニメ？アニメのファイナルシーズンのもうすぐ。あ、漫画しかないんだ。うん、まだ見てないってことですよ。うん、まだ知らないので、うん、最後となる。東京の夜は綺麗だよ。最近あんま車運転してないからちょっと運転したくなった。今度行こう。そうだね。あ、ここだ。まさかのブラックブリッジ。おもろいな。あと今分かったことがあります。東京タワーもらいたくなってます。次は何？金沢だ。うん、これ次はですね、うん、今年の3月に私の誕生日の時に一緒に金沢行ったんだけど、うん、その時に動画を撮ってて、もともと編集する予定なかったんだけど、かあれだよね、なんかメモリーとして。そうだね、 YouTube 投稿する前から前に撮ったんだよね、これ。そうそうそう。でも結構撮ってない、しっかり、うん、ちょっとこうプライベートな感じがするね、でも、うん、ホームビデオみたいな。うんうんうん。桜の見える季節だったからね、うんうん、で、夜ライトアップされてたんだよね。で、それ本当にそのこの時期だけで、うん、たまたま予約したのこのライトアップされてる時期だった。そうそうそう、うちの誕生日の翌日。ラッキーだよね、本当に。そう、ゲストハウスがめっちゃ良かった。そう、ゲストハウス、シロというゲストハウスなんだけど、うん、めっちゃいい。古屋をね、うん、こう改装して、そう、デザインとかもしっかりしてるしね、うん、夫婦がやってるんだけど、そ、うん、の中のなんか絵とかも奥さんが描いてて。そうだね、うん、今インスタで見たけど、今雪積もってるよ、金沢。もう、うん、冬の金沢も行ってみたいね。あ、うん、これ春だから。そうだね。金沢のこのエンディング好きなんだよね。あ、あれ、うん、金沢のこのエンディング好き。うん、なんかちょっとこうさ、みたいな、うん、エンディング感あるじゃん。あとこの時の BGM ってまだ、うん、音楽 BGM のサイトで、うん、買ってないから全部 YouTube の。あ、そうね、うん、YouTube オーディオライブラリー、うんうん、オーディオライブラリーも結構いい曲あるけどね。ね。エンディング結構いい。皆さん、まだ見てない人見てください。次が初めてのトーク動画。これね。初めてのトーク動画。ジェイチョーフって、なんか世界的なスーパースターやん。トンチェン、トンチェン、ゆくぐらない日本上。この時にこれ撮りたかったのは、なんか太陽いろいろ変化、なんか付き合って変化あったから、なんかいろんな友達にも、なんか付き合って日本人はどんな感じなのかみたいな聞かれてるから、これを撮ろうと思いました。なんか太陽自身もいろいろ変化あったから、これを撮るきっかけになりました。これは一番伸びてる動画ですね、うちはね。そうだね、うちは見てもらってるね。そう。変な髪型だな、てか、ね、髪がピュッてなってる、ね、面白い。何この髪型。うん、まあ、そうだね、まだ今でも全然中国語の歌聞いてるし、うん、台湾料理もすごい、ね、食ってるし、うん、こう
ああそうだね、日本にいる台湾人は多いで、最近は私友達と会ってるしてる、ね、みたいな、うん、まあ、変わらないっすね、これ半年前ぐらいか撮ったの。そうこれ良い動画だな、まだ見てない人見てください。はい、次次もトーク動画。ここら辺でトークでいっぱいやったんだよね。そう外出れなかったんじゃなかったっけ、あれで緊急事態宣言で。だからトークいっぱい撮ろうって言ってトーク撮ったのね。うん確か。これなんだ、あのドラマじゃない、あ、違う違う違う、日本語。今日はですね、私気になってることがありまして、トーちゃんってさ、中国語と日本語話すじゃん。日本語話す私と中国語話す私は何が違うの。あーこれ面白かったわ。普通になんかこう、ためになるというか、うん、あ、そうなんだっていうね。やっぱ日本語話すときはすみませんが多いとか、これも良かったな。ね。動画の中でも言ってるけど、あの、結構その台湾の文化があるからこそそういう喋り方するみたいなのがさ、うん、あってさ、ごめんなさい、あの、って言わないとか、うん、ありごめんなさいの代わりにありがとうって言うとかさ、うんうんうん、それはなんか、日本人の俺も活用したらよりこうポジティブになりそうだなと思って。じゃあ次これで見ると、あーこれはタピオカですね、千葉にあるタピオカさん。はいはいはい、あー飲みたい。はいはい、タピオカ飲みに行くやつか。飲みたい飲みたい。団子みたいなの食ってね、名前忘れちゃった、なんだっけあれ、卵入ってるやつ。卵入ってる。名前は、名前は忘れてる。団子酢忘れてるよ。飲みたい飲みたい、なんか飲みたいよ。私の中国語上手くなった気がする、このあの喋ってる感じだとあと日本語も。あでもカメラの前で話すのちょっと違うもんね。そう緊張するよね。慣れてきたと思う、うちら、うん、慣れてきたと思う。そう、そう俺はでもこれ何よりもマイストローにびっくりしたけどね。あとマイカップ、あーそう、マイカップとこんなんあるんだと思ってびっくりした。飲みたーい、ストローです。次があれ、あなんか、あ、これかこれか、 あの吹雪の、あーはいはいはい、いやいやいや、日本人のこれね、これちょっと割と凝ったテーマだよね。うん、日本人の友達の家に行くときは何を持っていくのかみたいな。まあ、友達っていうかその日本人の家に招かれたときのマナーとかルールで。そう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 。これ結構ね、難しいよね。そう。結構調べてやった。そう。俺自身もでもできてないことあるからね。けどでもこうあるべきっていうそのマナーというか、年配の方の家行くときはこうした方がいいのかもしれない。そうそうそう。友達とかは気にしなくてもいいかもしれない。うんうんうん。これもいや見るとすごいな。 OK 次行きますか。かき氷だ。かき氷ね、かき氷機買ってね。この後あれだ、ワクチン打ちに行ったんだよね、この後急いで。そう思い出したね。今思ったけどさ、うん、最初のこれでネタバレしちゃってんだね、うん、何作るか、うん、作る工程でさ、オープニングがもうオープニングで何作るかネタバレしちゃってるね、うん、ほらこれ早っ、ダメじゃんうちらネタバレしてるじゃん。これで動画完結終わり。俺の髪型やばいな。太陽の髪型やばいですね。俺なんか冬になって落ち着いてきたかもしれない、うん、その乾燥してるから、ね、夏になるとやっぱ湿気で髪型もグングンになっちゃうね、うん、これ見て思ったのが、私の iPad のプロあの、うん、プロクリエイトだっけ、うん、私書いてるんだけど、うん、文字綺麗になってきてますよ。皆さんどうですか。どうですか。そうなんだ、慣れてきた。綺麗って言ってくれる人いなかった。そういたいた、嬉しい。そう、嬉しい、すごい。かき氷、来年また作りましょう、次、うん、俺の誕生日に寿司行った時だ。太陽の誕生日に寿司行きました。これ良かったね。めちゃめちゃ良かった、これ。めっちゃ綺麗でしたな。うん。寿司マリーナだっけ。寿司マリー、本当に俺ミュージックビデオになると思ったの、うん、綺麗すぎて。
ハワイみたいだよね。日本だと思う。めっちゃ綺麗。綺麗。夜ご飯綺麗だよ、これ。この時間が良かった。ね、夕日が見れて、うん。ゴールデンタイムに動画撮れてないかったね。ね、最高だね。黒いね、うちら。ちょっと焼けてるね。うん、この時焼けたいって言ってたよ。そう、焼けたい焼けたいって。今はちょっと違う。この時も髪型くるくるだね。太陽の夏の髪の毛はなんだ？なんかくるくるする。綺麗だよこれ今。ああ夜素敵。素敵。これちょっとあれだよね。日本にいる理由とかちょっと語ったんだよね。ちょっと語った。いいですね。綺麗だ。あ最後に太陽に、ね。サプライズの動画ね。うん。最後にいただいたサプライズの動画ね。うん。うん始まりました。嬉しいですね。今年はやりませんよ。あ、嘘です。いい笑顔ですね。サプライズ成功ですね。よかった。やぎ太陽様すごく喜んでくれました。みんなありがとうございます。これ牛肉、二日目ね。うん、二日目の牛肉、ね、海好きだな。よく行くね、牛肉のホットドッグ。ゆったりした一日だったね、これは。うん、痩せてる？そう、そんなことないでしょ。ゆっくりした一日。オープニング長いね。長いな、これ。うん、もうこれが全てみたいな、ね。うちら、オープニング作るのうまくなったんちゃう？うまくなったのかな、ね、長っ。オープニングだけ長い。長い長い。45秒。長すぎる、うちら。長すぎだわ、これ、オープニングとしては。ちょっと。ちょっと怒ってる、これ。怒ってた。なんで怒ったの？わかるわかるわかる。あ、足が水着忘れてきたことだ。自分に対しての降ってたから。あ、そっかそっか。おしゃれなカフェだな、俺。そう、で、海に行って終わったみたいな。そうだね。で、あれに刺さった。刺さられた。あ、クラゲにね。え、この日じゃないよ、泳いだの。でもどの日だよ、3日目。この日だっけ。うん、これ来てるか。終わりです。次行きましょう。あ、次は私がずっと撮れなかった動画ですね。日本人と、うん、日本人の彼氏と付き合って何が変わったのかみたいな、うん、俺に対する怒りをぶちまけた動画だ。あ、これ日本語字幕ついてないから何言ってるか分かんないけど。言っちゃダメだ。俺の悪口言われてるまさか。ああ、喧嘩したときは先に謝ってから原因を言う、あの理由を言う。ああ、はいはい。で、ご飯を食べるときは必ずいただきますを言う。で、日本人の LINE の頻度が慣れてきた。でも、太陽も、の台湾人だよ、今。台湾人の LINE の頻度、ね、の頻度みたいな。でも、途中で日本語になってるよ。うん、よくわかんない。何がよくわかんない。うん、飲み会ね、もう飲み会は2022年は控えましょう。これは幕開けたよ。あんまり友達を紹介しないという点がというのがあったけど、何人かね、最近紹介してくれてるし、私も紹介してる。そうだね。ね、これはね、これも買った。あ、インスタであんまり。お互いの写真を投稿しない日本人は。あ、太陽は1枚だけ投稿した。日本はね、付き合ってもね、あんまりみんな投稿しないのよ。でも、是这在上一集太阳改变那集我好像也有讲到。結果結構いいこと言ってるよ。我前面讲的那些都是我跟太阳在一起。自分。仅限，也不是仅限。
荐啊，就是可以给大家参考。如果日本男生在一起之后会有怎么样，会遇到怎么样的，就是可能会做哪些改变。但并不是每个人都一定会有这样子的改变，也不是每个人都跟太阳一样啦。毕竟日本人口这么多嘛。然后好，那我觉得，次は何？コラボですね。あ、水瓶じゃない。水瓶小姐とコラボ。ここで YouTube で初めて友達作った水瓶小姐、今はもうすごい仲いい。あれ、日本語で言うとなんだっけ？髪、なんとかザ？水亀ザだ。そうだよね、水亀ザのこと、いや、水瓶って呼んでます。すいません。この人は水瓶って呼んでると、この水瓶さんって呼んでます。この動画は BGM がちょっとうるさかったから、うん、あと字幕も入れてないから、すいません皆さん。この動画結構いい話してるけど、うん、私の、間違いです。CC 入れようかな？言ってたね、入れるって。あ、入れようかな？もう水瓶とはもう何回3回くらい動画撮ってるよね。嬉しいね、なんか、はいはい、今年これでいろんな友達できたから、はい、ハーフもそうだけど、そうだね。あ、次はですね、私がハーフを、うん、予約したホテルだね。レーノのホテル。この時俺じゃあ結構ホテル泊まってたよね。泊まってたね、2週連続くらいで泊まってたね。そう、あ、緊急宣言が明けたのもあって、うん、いや、上野のこれ綺麗だったよな。広々。なんかアップグレードしました、実際に。このカフェ良かったね。ね、このカフェ良かった。また行きたい。ご飯も良かったな。はい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 。こちらね。このご飯、あれがビーフシチュー専門店で、あ、じゃあビーフシチューだっけ、いいんだよ、うん、専門店でビーフシチュー食べたいからそこ行ったら、ビーフシチューが1個5000円とかしたから頼むのやめた。頼むのやめた。で、ハヤシライスにした。ミニハヤシライス1個1000円。詳しい。2日目は2日目、シャンチー。ゆったり過ごしたんじゃなかったっけ。そう、うん、ご飯食べて、上野でご飯食べて、あ、編集作業してカフェで、そう、で、シャンチー見たのか。そう、シャンチー見た。そうだ、特に何かがある日ではなかった。そう、ゆっくり過ごした日って感じ。そう、ゆっくりした日ですね、これは。シャンチー良かったね。うん、良かったな、この日も。あんまり観光っていう感じの観光はしてない、ね、うん。次行きますか。次行きましょう。鎌倉です。鎌倉、鎌倉。このホテル、違う、ゲストハウスみたいなホテルは良かった、うん、そうね、海が見えるゲストハウスだよね、はい、おすすめだよ、本当に。あと、なんかうまかったな。うん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 。今日は鎌倉にやってきました。イエーイ。シラス食べれない人が鎌倉に行く。あ、そう、私ここまでの字幕中国語結構間違ってたのがあって、で、友達に毎回言われて、うん、多分ね、ここから次の動画も、うん、もう間違いない。間違いないんだ。そうそう、すごい徹底チェックしたの、ちゃんと徹底的にやってるよ。食べた、あ、レモンネードうまかった。レモネード、うん、とカフェが、じゃあ結構カフェ行ってるね。今はコーヒー飲めないけど。カフェ行ってるよ。そう。あ、そう、俺が英語でウィルを蹴りたかったんだ、この時。そう、変な。で、ちょっと待って、サイモン・ドリンク・ディス・カフェラって言ったらカット。今もカット。なんで？これ面白かった。オーバー・キャフェ。今思うかなとね、発音。ほほいてみて。ほほ、うまくなったよ、発音。発音。これが、あれでしょ、日本茶のさ、サーバーがあるよ、ね。よかった。これ、はい、次行きましょう、クマクラ。あと、この動画結構ね、
BGM とか結構いい。食感ちょっと。すぐ入るよ。海が見えんだよね。ちょい。気になりますね。あ、見える。すげえすげえすげえ。興奮してる。すごい興奮してる。どんだけ歌歌ってる。どんだけ撮んな俺こっからの景色。いいね、なんか、うん、懐かしい。面白い。こんなことなかったな、今まで。懐かしいな。あと指輪体験だなっけ。そう、指輪体験。今日つけてないな、ごめん。めっちゃ人気だったな、この指輪体験。この指輪体験めっちゃ人気。すごいカップルの量だったよね。そう。で、俺らずっとあのカメラ持って撮ってたからさ。隣の人に有名な YouTuber に間違われた。そこの人知ってるかもって言われて。ざわざわしてたよね。絶対知らないのに、俺らの。絶対知らないと思って。面白いな。ああ、この餃子美味しかった。でもあエスニック風餃子。そう、あと友達が婚約した日だ、うん、あ、そうそう、びっくりしたよね。本当にこの後帰り道電話したんだよね。そう、すごい早い時間に6時に起きたんだよ。すごくない？見てください。で、動画撮ってんだよ、6時に起きて。 YouTuber じゃん。表紙は寝てました。寒かったですね。暑いとか言ってめっちゃ寒かった。このエンディング良かったな。初めてこの時に BGM とその動画のなんか合わせたんだよね、うん、今まではそんなにさ凝ってなくて。これは結構凝った。でも一回こんな感じでやるともうその後もう BGM にこだわる。エンディング良かったな。なんかコメントもいたいあったよ。なんかエンディングが良かったって。嬉しい。薄着。ごめんね。ちょっと待あ、これいいね。いいね。次はもう私たちの QA。 QA いろいろトラブルありました。一回撮って使わなくて、使えなくて。あ、そうだそうだ。もう一回撮った。そうだそうだ、2回目だった。うちらの QA 結構良かった気がするよ。結構いろんな場所で撮ったんだよね。そう、テーマごとに撮る場所変えて。そう、もうみんなの質問良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。俺の中国語が聞ける動画だよね。はい、めっちゃ焼けてるな俺。そう、めっちゃ黒いね、うん、本当にこれ身長聞かれたの、うん、気になるんだ身長。高そうだからね、顔は。肩幅ちょっと広いから。お羊だ。で、日本に来てもう4年経って5年目になります。お茶番だよ。おじいにはあーす流水。身長172センチ。頑張れば3センチぐらい。頑張るの？
何？いや、面白い。何が？頑張れた。違った、違った。いやー、QA 結構いいね。20分あったけど、うん、もうずっと見てられるわ、これ。料理しながら回答してんだっけ。そうそうそう。あれだよね、あの、Vogue のさ、73 Question ちょっと意識したよね。そう、したした。あの、おしゃれな感じ。まあ、気になる人は、てか、僕たちのことが。書いて、あの、語ってます。結構語りました。結構ね。セキュララに語りました。うん、セキュララに語りました。QA 結構、うん、いい感じだよ。じゃあ次行くか。うん。次が。次が、大地くんたちとのコラボです。大地くんと梅ちゃん動画見てるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい伸びましたよ。そう、コメント欄がね、めちゃくちゃ盛り上がってるんで。そう。まあその、これは違うとかって意見も含めて盛り上がってるよね。うん、そう、違う意見も来たし、それで、あ、面白いなと思って。うん、あと、ね。うん、よかったね。面白かった。ね、また来年コラボしたいね。そうだね。なんかみんな見たいテーマあったら、うん、なんかトピックあったらコメントしてください。そうだね、このまた梅ちゃんと太一くん撮るので。うん、2人がカメラ慣れしすぎてて。そう。うちらよりもうホストみたいになってる感じ。太一くんが。太一が回してたもんね。途ちゃんとね、エピソードにもオチがあって。そうなんだよ。オチまで用意してたから。うちらよりなんか、YouTuber。結構ね、これうちらのチャンネルで2番目に伸びてる動画。うん、ああ。そうだね、確かに。2番目か3番目、そう。うん、面白いからね。今年もこんな、今年じゃない、来年もこんな感じの動画ありますので、ね、楽しみにしてください、うん。台湾人女性からまだ日本人男性はモテるっていう日本人がモテないということが、そう、これで動画、台湾人女性から日本人はモテるって勝手に思ってたけど、コメント欄見る限りモテないんだよね、モテないらしい本当は別にモテないらしい。ってことは、どの国でも日本人モテないっていう。そう。あと、この動画で多分私、なんか台湾の女性が強い強いとか言ってたけど、なんか一つのコメントに、なんかその時になんか、強いという、なんかなんだろう、強いよりも、うん、あの、自分の意見をちゃんと、かあの言える伝えられるみたいな感じの方がいいかなって。あ、確かに確かに、そうそうそう、強いだと思う、確かに、そうそうそう、一つのコメントにあったと思う。あ、それはありがとうございますなんか私たまに翻訳が分かんないのでなんか、うん、助かりましたよ本当にありがとうございますちゃんと自分の意思を伝えられるってことだよね。そうそうそう、台湾人女性、うん、さっき一個と飛びました。一個飛ばしてたんで。あ、飛ばしてた。日本のドラマの中で、あるエピソードは本当なのかどうかの動画を撮った。うん、この動画も結構ね、反響ありましたね。そうだね。そう。まあ、あくまでも僕の意見ですっていうね。そうそうそう。これ違うなって日本人の人もいるかもしれない。もしかしたら。俺はこう、ふうに感じてたけどね。うん、面白いよね、これ、うん、え、この時中国語に日本語字幕つけてるじゃん。そう、あ、最初だけだ諦めてんじゃん。もう最初だけで諦めてんじゃん。怒るな。これ香港のメディアに取り上げてもらいました。あ、そうだね、よかった。恥ずかしいんだけど俺が恋愛語ってんねん。で、女の子をお台場で誘うってことはその人にちょっと本気ですって伝えてるようなものだったと思うから、多分一番最初にはいかないと思う。一番最初は軽く食事デートとか語ってますね。語ってますね。見てない人見てください。うん、太一君たちの次の動画です。うん、割と日本人と台湾人の違いっていう感じだったね、これ。恋愛について。そう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 、太陽でもいいし、うん、ここになる。2人はこう付き合って実際にこう日本人男性と台湾人
女性に対してこうイメージが変わったことっていうのはありますか？いや、変わってないっすね。いいよ、もうそのまんまで、本当にいいじゃない。のあるかもしれない。以上です。俺？うん。以上だな。面白いね。で、これちょっと気になるのが、ここですよね。最後のところに、ここですよね。そう。誰が一番モテるのか。梅ちゃんと太一くんと太陽、誰が一番モテるのか。うん。今のところは、うん、梅ちゃんが一番台湾モテる。梅ちゃん人気なんだよね。シャイだからかな。シャイだからなの。わかんないよ。優しそうなんだよね。優しそう。優しい感じがやっぱり。ね、結構、梅ちゃん可愛いっていうコメントが来たから。うん、俺に一票も入ってないんだけど、それは私の彼氏だからね。あ、そういうこと、入れにくいってこと。入れにくいか。あ、そういうこと。嘘。いや、梅ちゃんが圧倒的だよね。ね、太一くんすみません。いや、太一ちゃんも票入ってたよ。あった、入った、あった。次ね、中目黒です。あ、中目黒、これあの音声が壊れたやつで、そうだ、あの初めて録音した動画だけど、結構良かった。いや、これ反響も良かった。でもこれ気づいたときさ、ショックだったよね。ショック。結構俺としては結構めっちゃいい映像撮れたと思って、で楽しみに家に帰って聞いてみたらズズズズズズみたいな。相当悲しかったよ。そう、もうこれボツじゃんと思ったの。そう、でもこれで録音が良かったね。そうだね、初めてこう、そう、来られてなかったらうちらはこんなことやってなかったから。あ、これ結構いいって言われたから。あ、ほんと、うん、なんか面白いね、このラジオとこう動画のミックスみたいな。リオナドってカピュルよ。もう違う、もう藤井風。うん、この時と同じぐらいよ、また早いな。早いね、今回はね。これ受けたかな。サプリオみたいな感じにしてもらいます。いけるかな。前髪がこう少し長くて下に垂らしてるリカプリオですね。これは賛否両論あったんですか、ね、リカプリオ。リカプリオね、自分のことリカプリオだと思ってんのかとか。うん、妹がね。でもなんか長い髪が似合ってるっていう人もいたよ。あ、そうなんだ。そう、長い髪の毛におさらばです。でおさらばしましたと。そう、リカプリオになったね。なりましたね。で、ひょうちゃんね、私が何も撮ってないという。そうだ、動画シミシミシミして、うん、リストがあってすごい取りにくかった。拡大して引いての繰り返しなんで。ちなみにどんな髪型に撮れたんだろう。あの、ハイライト、あの隣の髪の毛だけハイライトした、グレーにした。どんな感じで仕上がったんでしょうか。楽しみです。ちょっと拡大しては全部マジでおもろい。見てみて、めっちゃいい。こっからでしょ。そう、コアウーランかな。コアウーラン、あ、そうそう、コアウーラン。就是是我嗯得过了。急に早口になるね、これ。聞いた今。就是我嗯就已经就想让他挂了。哈现在变成金色です。嗯。全然色違うね。ね、染めるわ。そう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 。近い近い。いいじゃん。しかもこれいいとこでさ、音声がズズズズってなってんだよね。そうなんだよ。でこれメガネにしたのはあれ、物もらいになったから。トラブル多いな。うちらトラブル多いな。次はですね、どこに。サバ良かったな、まあ、サバ良かったね。広いんだよ。サバでもこう、BGM と、音声だけにして良かったと思う。ね、良かった。うるさいからさ。そう、サバめっちゃうるさい。むしろなんか録音できてなくてよかったんじゃないかって。ね、もういいことですよ、録音できるんですよ。今後もこれ試してみたいね。今年もこういうのあるかもしれないよ。そうだね、そういうタイミング。全然空いてなくて。で、最後ちょっとポッドキャスト風にしたんだよ、ね。そう。カメラ置いて。合図がない。
まあ、ポッドキャスト風にね。こんな感じで終わります。今日も動画を見てくれてありがとうございました。今年ポッドキャストやれるかもしれないよ、うちら。いいね、ポッドキャスト。いいね。我们下次见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 。福島の動画です、ね。これ毎回見ると泣くんだよ、私。接下来就是我去福岛的影片。这支これもうすごい時間かかったよ、ね。そうだね。しかもこれの音声が壊したの。そう。これマジで泣いた。マジで。こんだけたくさん撮ったのに。使えない部分もすごいあって音声が録音できてないみたいなのがいっぱいあって、ね、本当にごめんなさい、本当にこれ悲しかったわ。でも、うん、これで機械でうちら今、まあ、あの豆にチェックしてる音声と、ねね、あのよかったです。撮れてるよね、とか、うん、怖かった。ドキュメンタリー、初のドキュメンタリー風だよね。見ました、この40分のドキュメンタリーこれはね、結構なんだろう、みんなに一番私 の, あのチャンネルの中で一番見てもらいたい動画かもしれない最初は Vlog 風にするかドキュメンタリー風にするか迷ったんだよね、迷ってた。でもやっぱドキュメンタリー風に、うん、まあしてよかったというか。そうだね、伝えたいことがしっかり伝わるよね。うん、よかった。 BGM も結構こだわりましたからね。うん。うん、いや、3.1震災当天海啸淹至二楼校舍几乎全毁。重整的校舍墙壁上也特别标示“新水新挖库库马”的，代表着当时的海啸淹至这个高度。不过这所結構これ翻訳も難しかった。そうだね。だからこの動画の難しいのが結構そのなんか福島の地域が危険だってさ、こう扇動するメディアいっぱいあるじゃん。そうそう。まあ、そういう見せ方はしたくなかった。したくなかったから。悲惨な状況ですっていう見せ方はしたくないからさ、うん、本当にこう生のこういうこう。どう伝えるかっていうさ、みんなに届きたい、うんうんうん、っていう気持ちで作りたかったから、ね、結構ね、うん、時間かかったね。そうだよね。なんか遅れたけど、うん、あげるの結構なんかメディアとかだとさ、その津波の映像とかさ、うんうんうん、被害の映像とか流してこう、うんうん、アテンションだけ引くようなものが多いけどさ、うんうん、なんかそれとはまた違うのを作りたいなって思ってる。そう、太陽も最初乗せたいとか言ってたもんね、うんうんうん、それってなんか本質的じゃないよね、うん、あんまりね。今の福島はそんなではないみたいなのをちょっとみんなに伝えたかったから、うん、そうだね、こんな風に作りました。で福島の人も別に望んでないだろうし ね、今年福島また行くかもしれない。うん、楽しみ。そうだからあれだよね、このストーリーとしてはさ、こう最後結構ポジティブな感じで、ね、今後未来、明るい未来に向けてっていう。そう、私結構好きなのは、そう、できてよかったよ ね、最後のこのこことかね。あ、そうだね。ここね、ハチスカさんの言葉ね、重たいよね。ハチスカさんのインタビューよかったね、うん、周りが助けてくれるんですね、それができるようになる。綺麗事でも何でもなく、一旦この町からいなくなった町民がもう一度戻って、おばあちゃんが大根巻いて自分で作った大根食べたい、それも一つの夢だと思うんですね。そういうふうな夢の実現できる土台作りを今私たち、なんかまだ涙が、土台の上で子供孫人ね、その子たちが自分の夢をもう一つ看到当地居民都想要为故乡的重建贡献一己之力，自己也好想要为他们做些什么，或许微不足道，但我想把福岛正确的讯息发信出去，就是我们现在能为这块土地做的事情吧。说真的，还未造访福岛前，我们能得知的都是新闻上的知识，但后来发现，想要了解一件事，不能单靠新闻媒体的资讯，
还是必须要靠亲眼见证当地状况。就像木村先生所说的，也只有我们了解事实，才能进而接续未来。说真的，从没有想过自己有机会能够踏入福岛第一核电厂，甚至是住在当地一个礼拜，直接与热爱家园的居民对话，并深入了解福岛重建面临的许多问题，以及他们用什么样子的方式面对这些课题并解决它。虽然已经回到东京一个月了，那一切都还是感觉那么的不可思议。我想福岛的一切已在我的心里留下了深刻记忆，让人不禁想着以后还要再次重新造访此地。我希望还未造访过的人也可以亲临福岛，用自己的身心与双眼去体会福岛的现在，也希望不远的将来能有更多人与我们一同热爱这块土地，将更多福岛的美好发信出去。いいね。わー、いい。エンディングもなんか良かったね、これも曲にして。懐かしいな。また今年行きたい。1週間10日間1週間か8日間8日間行ったんだ。今年の春にまた行くかもしれない。旅行で、うん、みんなで。あ、そうなんだ。へ、うん、普通に個人的に、うん、いいね。よかった福島もう福島よかったな。最後の Vlog マスね。 Vlog マスだけで10本作ったからね。うん、3分の1はもうフィログマス。もともともっと作る予定だったけど、ね、そうだよ、毎日投稿するとかって。ごめんなさい、本当に本当に。じゃあ1本目から見ます。うん、1本目は俺が撮ってるからね、最初。しかも朝早く起きて、もう眠たさばっかし届いてなかったか。すごい眠たそう。ヒゲが、そうそう、ヒゲ。よっしゃ、ほんと起きてすぐ。ここからシャワー浴びて準備したんで、なんか朝起きた感じの方がいいかなと思って。今からね、会社に行きます。僕の、出社ルーティーンを今から見せたいと思います。おもろいおもろい。あの GoPro のチェストマウントつけて撮ったんだよね、これ。俺がチャリを漕ぐ様子。でもちょっと結構面白いかもね、東京の街並みをこうチャリで漕ぐ。ね。ひたすらチャリで漕ぐ様子。踏み切り待ったりとか。長いね、チャリコム。あー、仕事終わって託した通りか。そう、 GoPro 買ったからね、このために。ね、GoPro 店、ブラックフライデーで。ね、でも、みんなに GoPro の感想で言うと、うん、よかったかもしれない。なんか、すごい小さいし、便利だし、なんか自分が見えるし、うん、ただ一つ充電がね、すぐ切れちゃうから、そうだね、そこだけ欠点かもしれない。うん。でこれ安かったからね、うちらが買った時。そうだ。そうだ。
で次はあ私と水平小姐とあの好好日本が横浜でやったあプレゼント交換した時だね。これも結構ね良かったの。結構良かった。良かったね。もうか YouTube で友達ができたのすごい。うん嬉しい。そうだね。ね、で次も次はまあいろんな友達会ってるね。浅草か12月はそう、はいはいはい、いろんな友達に会ってる。浅草行った日か。そうそうだね。12月は確かにいろんな友達に会ってる。そうそう。あとこのネイルも作ったの、はいはいはい、初めて、はい、やった時に、ね、そうそうそう。で次がはいはいはい、カノルね。なんか私の動画ってすごいなんかうん、私が甘いもの好きなみたいな人になってるけどそんなことない。はいはいはい。トースターで焼いたやつね。そう。はいはいはい。料理してね。食べてね。遅刻してね。はいはい、遅刻してね。ごめんなさい。謝ってください。すごいな。お色ごますいっぱいある。ね。ああ。なんか。よかったですね。よかったですね。ちょっと Vlog マスは、一個一個は紹介しないですけど。うん。Vlog マスもよかった。全体振り返って、結構忙しい12月であったけど。12月ね、忙しくて。寝る時間もなくて。もう、太陽、Vlog マス終わってからずっと寝てる。寝てる。そう。でも結構良かった。いや見てくれてる皆さんありがとうございます、うん、今年動画見てくれた皆さんに感謝です。嬉しいですよね。ね、なんかこんな感じでみんなとつながってるのがすごいよ。うんね、すごくない？すごい。みんななんかそう知らない人もそうだし知ってる人もそうだし動画を見てくれてでこんな人と人とのつながりって、うんすごいなって今年改めて感じました、うん、だから YouTube 作ってよかったなって、うん、まあ今でもそう思ってますけど、うんうんうん、なんか友達新しい友達もできたし、うん、なんかいろんな知らない人からもコメントもなんかすごい嬉しいしなんか、うん、あなんかいろんななんか共感できることがいろいろあって、うんうんうん、なんかすごいいいなと思いました。うんうんうん、あとは2人のなんだ思い出でもあるしなんか さっき一緒に見たじゃん。こんな動画がなかった、うん、なかったらうちらこんな振り返るものなかったかもしれないし。そうだね、うん、一緒に確かにもうずっと残ってるものだから今後でも見れるものだから、うん、すごいいいな、うん、YouTube やることでしかもこの企画やるためにどっか出かけようとかさ、そうそうそう、なんかこう新しい何かに挑戦するきっかけにもなってるからね。うん、新しい発見もある、うん。今年もいろいろ撮るんですけど、なんか見たい動画あれば、うん、このコメント欄にコメントしてください。うん、もう今年の YouTube の目標は私一個あります。何？必ず毎週一本出すことです。いやそれは去年の目標ではあって、俺だって毎週出そうって努力してたもん。今年は絶対に毎週の日曜日に毎週の日曜日に日曜日だよね。じゃあ日曜日に出すことです。ああ確かにもうスケジュール通りに出すことが今年の目標であります、うんうん、まあ楽しく動画を撮っていきたいと思います。はいはい、こんな感じでこんな感じでいいですかね。こんな感じで終わります。ああ皆さん明けましておめでとうございます。良いお年を。良いお年を。良いお年をはあるでしょ。明ける前でしょ。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。我们下次影片见喽。我们下次下次影片下次见。我们下次见。拜拜拜拜。